どうも始まるの朝食 TV 朝食なのにステーキステーキお前は朝から晩飯タイムということで、夜のテンションかっこ朝で、はい、どうも始まる清志郎です。朝食食いますステーキ。あ、めっちゃ生レアレアのレア。リブちゃん、リブに挨拶するだけ、朝食めちゃくちゃうまい。ステーキ、二重ステーキで20分、マジ贅沢な生活だ。富豪じゃん、こんなん。めっちゃうまい。でも味が浅いな。
めっちゃうめえ。いただきますの忘れた。いただきます。よし、これで編集で最初に持っていこう。めっちゃレアだ。あ、もうちょっと焼けよかった。うん、いつもめっちゃレアなんじゃん。うん、俺が食ってんのブルーだもん。そしてないところをお見せし申し訳ございませんでした。はしたないところをお見せしてしまいまして申し訳ございませんでした。よし、これで謝罪はいいだろう。これで俺が炎上した時でも、うん、こうもね、あ、もう謝罪してるし、こいつにはもう許さなきゃなって、うん、気になるから。ごちそうさまでした。まあ、味の感想はすごくね、美味しかったです。確かにすごいちょっとブルー、うん、レア寄りのブルーでしたね。まあ、ブルーってめっちゃジュッてやっただけの肉なんですけど、ほぼ生、うん、でした。でも美味しかったです。まあ、柔らかくてね、はい、すごい柔らかいお肉でした。まあレシピとかクックみんな食べてるとこ見たくないよね、普通。その料理してるとこ見たいのに俺は食べたいところだけを見せる。本当にね、もうそういうひどい動画ですよ。あ、ゲップしちゃった。じゃあ、今日のへ、あ、早いな。ぶってへこきました。ごちそうさまでした。食べ物に感謝。牛さんに感謝、ね、稲さんに感謝、フォークさん、ナイフさんに感謝、サラさんに感謝、お水さんに感謝、耐熱グラスさんに感謝。水垂れてるのに感謝。職技かということで、ここからねトークになってきます。まあ、トークの演技でね、うん、もう一回感想を言います。